はいどうも、恐竜ニキです。チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ今回はね、イースタークラリスチャーム、これチップとデールのこれ使ったことないんでちょっと使っていきたいと思います。これチャーム爪なんでね、あのスキルバン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 発動してもう連発してってやっていくみたいな感じですね。うん、なるほど。卵チップと卵デールが跳ね返って数箇所でまとまって角を消すよ。なるほどね。強いんかな。まあスキルレベル2ってこれあれですね、あのピックアップガチャで確かなんか出たやつだと思うんですけど、いきなりねレベル1からスタートでスキルレベルは2っていうね謎のプレイなんですけど、やっていきましょう。よし来い。あ、やっぱ早い。あ、いいね、やっぱりいいね。うん、スキルはちょっと残念かな。うん、なるほど。チャーム爪だからいいっていうわけでもないんですね。お、すげえ。今のは当たり？うん。でもこれあれだね。あの、スキル発動中、爪動かないのがちょっと残念ですね。やっぱ消去系はね、あのスキル中にこう画面動いてくれた方が結構。あの消去量増えたりするんですごいいいんですけど、まあそんなにね、爪自体もそんな強そうなキャラクターでもなさそうなんでね、まあいいのかなと思います。可愛い系のキャラなんでね、別にそんな強さね、こんな可愛いのにゴリゴリ強かったらちょっとなんかちょっと引くじゃないですか、逆に。だからまあちょうどいいのかなって思いますね。よし、いや、いいね。でもやっぱ楽しい。このチャームツムってやっぱりスキル超たまんの早いんでめちゃめちゃ楽しいですね。たまにあれなのかな、ああいう当たり演出があるのかな。まあ当たり演出っていうか、ちょっとねツムの消える量がちょっと多くなるのかな。はい、いいね。繰り越し気持ちいいね。やっぱチャームツムはね繰り越ししやすいんでね。なるほど。まあまあ強いんじゃね。ちょっと待てよ、まあまあ強いんじゃないか、もしかしたら。よいしょ。まあまあ強い説がありますね。出てきました。ただ繰り越しできない人は多分弱いって感じると思います。これ繰り越しできる人前提のツムですね。ほら連発した、すげえ。スキルレベル2でスキル連発できましたよ。これね、繰り越しできるかできないかの差なんで、これはね、必ずできるようになってください。まあ、つむつむ、こう、強くなりたいよとかっていう人たちは、絶対できるようになってください。じゃないと、いつまでたってもね、スキルもコインも大して稼げないんで。ほう、スキルレベル2で2400人以上、まあまあいいんじゃないですか。これ、意外と強かったっすね。うん、よかったよかったよかった。あんまりね、つむのキャラ、批判したくないんですよ、僕も。ただね、正直に言わないといけないんで、やっぱり。ここはね、うん、正直に言って、イースタークラリスは強いです。はい、皆さんもね、これ、スキルレベル上げて使ってみたいなってちょっと思いました。はい、じゃあチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。恐竜ニキでした。バイバイ。